こんにちは。ゆっくりマリサです。霊夢です。今回は、生成名学ドッコクムの志願者速報を紹介します。表示するデータは2月17日時点の各大学のホームページのデータを参考にしています。現在の志願者確定状況は次の通りです。獨協大学のホームページには、出願期限は締め切りました、との記載はありますが、確定との記載はありません。しかし、しばらく志願者数に変動がなく、おそらく確定だと思われるので、上記のような表記になっています。それでは早速表示していきます。成城大学です。成城は志願者が確定しました。経済学部。文芸学部。法学部、社会イノベーション学部。次は成蹊大学です。経済学部。成蹊は M 方式以外は志願者が確定しています。経営学部、法学部。法学部、文学部。理工学部。次は明治学院大学です。明治学院大学の志願者数は確定しました。文学部。経済学部。社会学部。法学部。国際学部。心理学部。次は獨協大学です。外国語学部。ホームページでは A 方式、B 方式、共通テスト利用前期、中期は出願は締め切りましたとの記載があります。その方式は更新後も変化がないので断定はできませんが、おそらく確定だと思われます。国際教養学部。経済学部。法学部。次は国学院大学です。文学部。なお V 方式と A 日程は確定しています。振動文化学部。法学部。経済学部。人間開発学部。最後は武蔵大学。経済学部。武蔵大学は志願者が確定しました。人文学部。社会学部。以上になります。概要欄に各大学のホームページの URL を載せておきます。それじゃあ、またな。